はい、どうもカリエです。今回はなんと魔法少女マドカマギカのコラボがなんとディバインゲートで始まっちゃいましたということで、コラボスクラッチをいつものごとくね弾いていきたいと思います。まあ俺今回進撃の巨人以来のその、まあ、知ってるアニメのコラボということでちょっとテンションが上がっておりますね。まあ一応キャラクター自体は全員知ってるんだけど、まあ話の内容はねちょっと俺あんまりよく理解できてない部分もありますけども、はい、まあとりあえずね今回やっていきたいと思います、このコラボスクラッチね。まあまあメインの5人の女の子がね当たるようになってるんですけども、まあ一応目標としてはこのちょっと書いてますね、魔法少女マドカマギカって書いてるところの上に、魔法少女の超えた存在アルティメットマドカ、こいつがめっちゃ強いみたいなんで、しかも星6か、進化しないみたいなんですよねこいつはね。はい、こいつを狙っていきたいと思います。まあ他ユニットも結構ねなかなかいいスキルステータス持っているんで、まあ最初は9連やっていきたいと思いますね。まあ最終目標としてはコンプリートしていきたいと思っています。で今回ちょっと BGM はね、俺このマドカマギカのアニメの BGM 結構好きで、一応今回ちょっとオープニングをかけさせていただいておると思います、編集で。はい、ということでちょっとやっていきたいと思います。9連まずいきたいと思います。レッツゴー。じゃあ行きますよ。今までのねコラボスクラッチの成績を見れたらね、多分一発でいけるんじゃないかなと思います。いきます、上から。わあ、1個かー。でも1個あるだけ。おお、マミさん、トモエマミだっけ。この子話の最初ですぐ死んじゃったよねマミったマミっちゃうんだよね最初ね。いいじゃないですか、一発からマミさん。この子はね、このティロフィナーレがとりあえず強いよね。あのヒットポイント1になるけど、敵全体を攻撃力かける80倍の光属性で攻撃、いいですね。あとトラップ回避か、パッシブスキルは。で光パネル3枚で特大ダメージ、これすごいいいですよね。はい、まずトモエマミゲットです。次々いきましょう。はい、トモエマミ早速かぶったけど、オッケー、マドカ来た。この子は無属性なんですね今回。一人高えな最初から。はい、この子もまさかの星読んで出るっていうね。まあ多分アルティメットマギカじゃないマドカがいるから、まあこの子がちょっと格下がったみたいな感じになってるんですけどね。敵から攻撃を受けるとき、あ、これか、前の六原シリーズと同じパッシブスキルですね。ダメージを 5% 軽減し、パネルが1枚につき、ダメージが 5% 軽減し、そのパネルをランダムに交換する、防御系のパッシブスキルですね。はい、さあどうだ、あとは。よっ、あきったリアちゃん。今回これは魔法少女マドカマギカには出てないんですけども、まあ、ディバインゲートのコラボということで、ディバゲの、キャラウィンドピアのウィンドピアとマドカマギカのコラボの、キャラクターですね。風属性のやつですね。こいつもスクラッチだったんだねこのアクティブスキルすごいのが、3ターンの間風属性のユニットが与えるダメージが 1.5倍。3ターンの間だよすげえ、ね、ありがとうございます。敵から受けた攻撃ダメージの 100% を風属性の相手に返すことがある、すごいですよねこれね。めっちゃ食らったらそのまま返すんでしょこれまあそんなめっちゃ食らうことはないだろうけど、でもまあ発動率 25%、 まあまあいいんじゃないですか。4回に1回ぐらいね発動っていうことで。さあどんどん来い、マドカマドカ。はい、あー来たー、ちょっと名前忘れてたごめんなさい出てくるまで名前忘れてました。はい、アケミホムラですね。この子は今回虹コマとして登場ということでね。はい、やったね。 2.5 倍、攻撃力2倍ね、ライフシフトかな、闇属性ユニットの 2.5 の2倍ですね。
はい、やったね。で、敵に魔物族がいると自分の攻撃力が、あ、そうそう、相手が魔物だと攻撃が2倍になるっていうことですね、今回ね、こいつ。まあまあ、虹コマ1個出てきたね、よかった。はい、あとはどうだ。いろいろかぶったな。なんか結構全然出てないよこれ。はい、ということで、じゃあ、あとはね、この5枚なんですけど、単発で引いていきたいと思います。頑張れ俺。あ、違う、これレアスクラッチじゃん。ミスった。何してんだよ俺、クセで真ん中やっちゃった。はい、そうだよね、全然関係ないの、しかも鼻がして。ちょ、ミスった、もう普通にミスった、もう。違う、右だよ、こっちだよ。あー、やっちゃったよ、もうこれ。いきます。じゃあね、最近単発の運が結構いいんですよね。前回の奥原シリーズもそうだったんですけど。右真ん中ですよね。さあ、どんどん引いていきますよ。単発。上真ん中。あ、待てよ。上真ん中。あー、あ。ホムラのメガネバージョンですね。初ゲット。こっちはまあまあ、星4のホムラですね。あ、君ホムラメガネ。ありがとうございます。まあまあ、この子はなんだっけ、タイム系の、時間系のやつだね。操作時間が1秒伸びる。ね。こういう系でございます。時間を操る、まあアニメのストーリーとかでもそうでしたね。さあ、あと2回単発引いていきます。さあ、どんどん新しいの出てきてほしいんだけど、まあできたら虹ですね。左下、おし、まう、一回いきますよ。どうしよう、結構左下いいね。左下いいな。左下に出やすいの。左下、もうなんで。かぶりすぎじゃねえ今日ちょっと。いや、ちょっと終われないぞこれ。ちょっと俺今回結構ガチでコンプしたいんで、いきますよ、せーの、よいしょ、オッケー、戻ってきたね。はい、ということで、救援どうしようかな。とりあえずアルティメット出したいんだよ俺。アルティメット出したいから、一回救援もう一回やるか。9連やって、またその後単発みたいな感じでやりたいと思います。いきます。くそ。今までの俺のスクラッチの運を信じろ。いけ！また左下？嫌な予感しかしないんだけど。あ！来た！さやか来た！この子はね、まあ、ちょっといろいろ悲しいストーリー持ってますよね。まあまあ。アニメ見た方は分かると思うんですけど、まあちょっとね、ちょっと話的には悲しい子なんですよ。ね。あまり言い過ぎてもあれか、ファンに怒られるか。この子、パッシブスキルが今までになかったやつで、攻撃時のハンズ数、まあこれ、ハンド数っていうのは、あれですね、コンボ数かな、がちょうど6の時って思うのが 50% 回復する。結構いいですよね、これね。なかなかでも狙うのは難しいですけども、50% 回復は結構でかいと思いますね。ヒットポイントを 50% 回復し、味方にかかっている全ての効果、状態異常が消える。これがアクティブスキルです。私って本当バカ。ちゃんとこうセリフがね、スキル名になってるのがいいですね。さあ、どんどん行きましょう。はい、マドカ、多いな、ちょっと。はい、ちょっと待ってくれよ、なんでこんな出てくるの。さやかビンゴじゃねえかよ、しかも今の。かー、どうした、アルティメットも出ねえし。
え、ちょっと待って、今回二次コン終わって、アルティメットとホームランだけだよね。確かそうだったんです。ちょっともう一回、じゃあ単発が近いなんで。あれ俺まだ出てないやついる？あ、京子だっけ、名前忘れちゃったけど、ごめんなさい。名前京子ですね。はい。出してないんで、出しますよ。単発。ちょっと久々に真ん中いきます？真ん中行きますよ。ちょっと待って、つらになってきた。はい、行きます。ん、左下しか虹出てねえな。左上、よし、プラスキー。なんだ、はい、おい、ちょっと変な声出ちゃったよ。外した時の変な声出ちゃったよ。はい、どんどん行きますよ。ほんまに変な声出たな今。右下、真ん中、左下、いや左下、はあ、上、真ん中、右上、中、真ん中いきます、真ん中いきます、はっ、ひでえな今回、かぶりすぎじゃねえ。くそー、ラストほんまにラストいきますよ。ちょっと本当にアルティメット出さねえと、これここまで来たから出すよ俺マジで。9連かな、9連自信ねえな。いや、9連いきます。はい、ラストの9連、あー虹2個ある、頼む頼む、あ、お前虹だったのっていうか知らんかった、お前虹だったの、あら、そうなんやあ、そうだったのね。俺こいつ完全に金だと思った、星4だと思ってた、あら、まあそうなの。魔物族ユニットが与えるダメージが 1.5 倍になるのか。この星ユニットの攻撃力 2.5 倍、はいはい、これ強いのは星、じゃあ星じゃない、ごめんなさい、炎4枚で超特大ダメージ、単体でね、単発、敵単体に4枚で特大ダメージ、かなりいいですよねはいはいはい、あと1個です、あと1個虹、これがアルティメットなら大丈夫、もうこれがアルティメットならもう これ終わりです、コンプ、アルティメットやったらコンプです、いきます、最後で、最後はね、最後いきますよ、最後最後頼む、はい、あい、マジですか、マジですか。左下、左下、はい、諦めます、すいません、ちょっと一回置いときますね、これで。そしたらちょっとね、まだね一個しかクリアしてないんですけども、超級まで一回クリアします。で、超級のダンジョン行って、ボスも倒して、その後ゲリラボスも挑戦したいと思ってますんで、一回カット。ちょっとチップ1枚だけ使ってね、ここまで来ましたので、マドカマギカエリア1、バラゾノの魔女かな。ちょっとこれストーリーのどこで出てきたかちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですけど、多分最初の方に出てきてたんじゃないかな、多分マミさんが倒したとこかなごめんなさいね、俺話をちゃんとね一
一通り見ただけだからちゃんと覚えてないんですけども、多分最初の方に出てきたやつなんですよね。はい、なんでとりあえずこいつの超級いきたいと思います。ちょっとフレンドを選ぶとかカットしようかな。カット。はい、多分まあすぐいけるとは思うんですけども、八代パーティーでいきたいと思います。はい、空腹トラップ。まあでも今の時間だと超級にゲリラボス出るらしいんだけど、まあ、びっくりマークがないかこれ出ないので、超運がいい時だとハテナマークに出るんだけど、ちょっとこれ足りねえな。で今回のねこの辺にいる敵は全部キューベー、ソウルジェムを持ったキューベーになってます。属性が分かりづらいなこれ。はいはい、でハテナに頑張れない。じゃあボス行きたいと思いますと。さあじゃあ行きましょう。最初の桃の登場ですごいですよねこれ。今までにない形のやつだよこれ。ユニット一応風属性なんでどうかな。あ、そうだ、入らなかった。あれはいけたでしょ。オッケー、クリアです。あざっす。つうか落ちなかったな。落ちなかったぞ。まあちょっと今からねゲリラボスを探しに行くんで、ついでに落ちるかどうかちょっとやっていきたいと思います。ゲリラボス探しスタートですな。はい、ねちょっともうあれから1時間半ぐらいねちょっとやってたんですけども、全然出てこなかったのでちょっと今回だけちょっと諦めます。でまあちょっと今後もねコラボ期間も長いし、いろんなダンジョン出てくるしね、その間で見切れたらなと思ったので、ちょっと今回のゲリラボス、今回のゲリラボスっていうか、まあ、今回のダンジョンでのゲリラボスちょっと諦めます。結構いったんですけどね、もう全然だったよ。で廃病棟のゼロフィリア、まあ、スタミナ中途半端に余ったので中級、最初の中級行ったんですけど一発目から落ちました。はい、これ用のね動画もまた作りたいと思いますんで、またそちらも見ていただければなと思います。全然出なかったな。しかしでまあスクラッチの結果もいや相当引いたなこれ。もったいないというか、なんというか、どっちこりゃ。ちょっとね、いや、スクラッチの方もまだ諦めてないんですよ、実は。ちょっと間を置こうかなと。ここまでやってからっていうのもあれなんですけども、ちょっと間を置いてから再挑戦して、アルティメットを、引きたいと思ってます。ちょっと今回は残念ながら、全然、何の成果も得られませんでしたが、まあでも虹のね、明美穂村とか、さくら京子とか、取れたので、まあ、今回はよしとしましょうということで、お疲れ様です。疲れた。収録時間1時間半以上やってんだよこれ。めっちゃしんどかったもう。はい、ちょっと次回にご期待ということで、さよなら。声枯れてる。